織田軍先兵隊が静ヶ岳へと向かっておりまする。武田軍に出陣気配あり。俺の館と知って飛び込んでくるか。その度胸やよし、歓迎するぞ。お館様、今日までの鍛錬、この雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせよ雪村。うらー、俺たちも負けてられねえぜ。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に皿だあり。いざ火の元に、この雪村あり。武田が心へ一圧、早くこと風の五色。これすなわち先手必勝なり。では問うが、その速さに兵法はあるの？兵法？それは貴殿、いつまでも海賊などという不辣な家業を、老頭をまとめて面倒見るゆえ武田に参らんか。あんた真面目か。つか余計なお世話だ。立ち上がれ、主の信を裏切ってはならぬ。出直せ雪村。不甲斐なし。この雪村、意志なき風にことは運べぬと知り候。反省だけなら猿にもできるってね。この際だ、しっかり学びなよ大将。お主ら全員道場で地獄の特訓じゃ。生きて戻れ、我が生涯これ修羅場なり。そなたの生き様しかと見届けた。鬼と呼びたけ呼びな、俺たちは海賊だ。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。闇に紛れてこっそりってのが趣味なんだけどね。さて、ご先祖様の無念晴らさせてもらうぜ。あのさ、うちのご先祖桃太郎さんの音もしてないから。大事ないか、助け。ちょ、声がでかすぎだって大将、恥ずかしいっての。はい、俺様のお仕事本日はここまで。あとは任せたぜ大将。よし来た、助け。この雪村任された。死の淵を覗いても足を踏み外すでないぞ。さっき落とし物しちまったよ。
ああ、命をな。動くこと、イカズシの震うがごとし、攻めよう。後悔は順調順調。武田が心へ一圧、たぎること火のごとく。出直せ雪村。不甲斐なし。おお、では問うが、その炎は何のために燃やすものか。何のため。それは大変だ。霧ヶ滝こと影のごとし扉が開いてしまった。こう見えて俺らもさ、男を鍛えてんだぜ。さすが俺たちの兄貴、痺れる上に憧れる。一から修行のやり直しじゃ。よいな。はい。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。向かい風ほど心地よい。そうは思いませぬかな。こいつはいいや、からくり置き場にちょうどいいぜ。それ以上武田の誉れは傷つけさせぬ。ここで力を示すが、誠の中心ぞ。国を滑るにかけて親方様以上の男などおらぬわ。自慢していいぞ。俺と渡り合ったってな。出直せ雪村。不甲斐なし。もうよい雪村、わしのもとへ来い。風林火山の何たるか、お主に直接。風林火山、それは兵法のみの教えにあらず、己の志、そして民の心にも通ずると知れい。はい、親方様。親方様、ああ、ありがたき幸せ。行くぞ雪村。はい、親方様。風林火山なんざ気に入らねえ。海がねえだろう。海が、人用の広く深きこと海のごとし、これでどうじゃ。手加減などせん、全力で行く。いざ尋常に勝負。我が二層地に突き立てり。俺の本気がご所望か。後悔するなよ。親方様に教えおこうがよ。視界が変わるぞ。やるぞ。紅蓮に染まれ、大火炎上。
背負いの虎は恐ろしいぞ。見たか雪村、これぞ誠の風林火山。てや、おっといけねえ、道草を食っちまった。ふっ、いくら鬼でも食らっちゃいけねえもんだってあるよな。なあ兄貴、こないだは一体何をニヤついてたんで？俺は別にニヤついてねえ。ニヤついてましたね、兄貴。いや、まあニヤついてたかどうかはいいとして、俺はよ嬉しいんだ今やってることがよ。はあ、あちこちで喧嘩売って回ることがですかい？そうよ、これだけ節操なく暴れ回れるのは海賊家業の俺たちぐれえなもんだ。俺たちにしかできねえことをやれんのが嬉しいのよ。そういうもんですかい？そういうもんよ。それがあの男との友情の証になるんだ。嬉しくねえわけがねえ。そいつはどうしようもなく不器用なやつだが、俺みたいなへそ曲がりにまでついおせっかいを焼かせちまう面白え男なのさ。